ちょ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの朝ごはん、今日はね、あっちゃんちょっとお出かけでね、朝からゴソゴソしとってんけどね、あっちゃんの朝ごはんね、昨日買ってきたね、3種のチーズのちくわパン、昨日買ってきたね、1日やってね、84円やって、食べましょう。昨日買ってきてんけどね、食べへんかった、ね、昨日ね、夕方ね、だから残ってて、いたはね、もうさっきお弁当の残りとご飯で食べてんけどもね、あっちゃんはその間に玉ねぎ削ってたね、ちょっと色々あってね、玉ねぎ削りました。なんだこりゃ、ちくわが入って、あ、ちーちくが入ってんねや、あっちゃんいつもお弁当とかに入れるやつやね。ちくわパンって何かな、今買ってきてん、今日昨日ね買ってきてんけど、食べましょう、いただきます。昨日ね、買ってた時に、カトリは食べてんけど、あっちゃんは、まだ食べてなかったから、これ食べようと思った。おいしいね、これ。左側はね、肩こりから来てるのに歯が痛いね。だから動画を作って。でゴミ出しをしてね、今は何かのことあるんだけど、まだ時間早いの、今早出すとね、ヨープに続かれたらいいから、ちくわとパン合うんやな。お弁当の定番、プレイしてないのに、だから持ってきてドラクエビルドやっとって、掘ったんだ、放置中で音楽だけ流れてる。まあ、ええけど、おもろいテレビやってないの、朝の方が最近テレビおもろいやってないの。見て見て、うん、おいでみよう、ほんでみよう、ほんでみよう、やっとおかれるな、10倍でほんでみよう、やっとらへん、24アニバーサリーってね、そっちゃうのか、そうじゃない、この近い奈良時期の方がいい気がするけど、時期なら今日は本で見ようないやん、まだ見に来なかったっけ、これショップチャンネルだけ、あ、仏の仏女子やりやん、今日は本で見ようない日や、
うん、あ、台湾おいしい、このパンおいしいね。また買おうかな。あのフジパンのこれとこれこれはジャストかな、多分ジャスト、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種類がちくわに入って、なるごとちっちゃいちくわ入ってる3種のちくわパン、3種のちくわじゃん、3種のチーズのちくわパン、美味しかったよ、うん、何を使ってるかってあんま見たらダメです、こういうのは、うん、あれもショートニング使ってないね、食パンとかショートニング使ってもらったら、ショートニングいいの、ちょっと時間があるから海の準備して、で玉ねぎをね、あの削った玉ねぎを酢漬けにしとかなあかん、ね、玉ねぎの酢漬け久々に作ると思ってね、また、うん、玉ねぎの酢漬けの方が後で動画上がると思う、どっかで上がります、はい、今日は塩もしょっぱかったし、酢も酸っぱい、すごい味覚がなんか感じる日やね。今日はこれはだいたいどこやったかな、神様じゃ、これはアグインの塩やったかな、何に使わせても今日多分ね、他のグラスとかカップ送ってくると思うんで、また紹介できると思うんだけどね。昨日発送しましたって聞いとったからね。で、いやー眠った。よいしょ。眠たいわ、はい、ということでね、まあ今日はちょっと目覚まして、準備したいと思います、アレルギーの薬飲んどかな、久々にね、こう毎朝薬飲むことやめたんでね、もうあの女性ホルモンも今飲んでないんだけど、あれなんだ、うん、アレルギーの薬を飲むのはね、これからまた毎日、毎日というかね、まあ、ちょっと分の間飲むと思うんで、忘れるんよね、はい、で外に出かけてあーってなったりするから、忘れんようにアレルギーの薬を飲みます、はい、パリオンです、はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん動画はこの辺で終わりにしたいと思います、ではまたね、バイバイ、今日のあっちゃんの朝ごはん、3種のチーズのちくわパンとストマト、よかったと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね、ではまたね、今日眠たいけど早めに覚ますわな。